はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます今、まあ、動画を撮り始めましたけれどもまだちょっと悩んでるぐらいの感じなんですよ何かというと今回見る動画はですね SixTONES の完成の法則 i n ドームという、えー、もうすぐ発売になるねライブの映像の、まあ、ダイジェストなんですよストはね ST は大文字になってますけどでこれね 前回のアウトレイジャスのライブの映像を見た時にも言ったんですけど私はこのライブね参戦しておりませんのでまあ映像として購入してね見させていただくんですけどなんかこうね見たいような見たくないような先にダイジェストでも見たいでも買った時に初めて見たいのずっとこうね行ったり来たりをしながら もう動画ままで撮り始めちゃいましたよ、えー、ここまで来てまだ見ないっていうね見ないで終わるという選択肢もあるのかって感じもしますけど、えー、ちょっと概要欄見ましょう。今年 あちょっと前だ。ストーンズ史上最大の4ヶ月待望の映像化ということで、10月の10日にアップされたばっかりの動画、もうすでに58万回を超えておりますけども、急上昇ランキング4 1位って書いてますね。シャープ40。今年1月から4月に行われ、全国8カ所31公演のべ、52万人以上をンした。すごいですね。ストーンズの全国ツアー完成の法則、その集大成グループとしての 初の単独ドーム公演となった完成の法則「in ドーム」より4月23日に東京ドームにて行われたツアー「ファイナルをライブ DVD ブルーレイディスクとしてリリースとその本編映像のダイジェストを先行公開というもうちょっと読みましょうドーム公演直前に決意表明としてリリースされたシングル「アバレロを含む CD デビュー 以来の楽曲はもちろんデビュー以前のオリジナル楽曲をシークレットゲストとして会場を驚きの渦に巻き込んだ常田大輝さんですかねキングヌーのギタリストの方とのボーカルもやってるか。 ママススカラなど最終日の全パフォーマンス曲を収録さらに4月21日の東京ドーム公演でこちらも会場を熱狂させたスペシャルゲスト y o s さんとの「イミテーションレイン」も全形態共通で収録とあらそうですかいやー11月の1日発売ということであそうどうしましょうこれ。 ね、初回版も通常版もありますよっていうのが書いてありますけどねどれをどうやって買おうかなはいえー、ちょっとまあそれはあとで考えるとしてそれでは8分40秒見ますけれどもあのもう今回はあの歌声レポートじゃなくて完全に 初めてこのダイジェストを見たリアクション動画になりますので事細かに説明をせずにえただ見たいと思いますどんな動画になるかそしてまあ黙っていらずに喋るのかそれはもうやってみないとわかりませんけれども、えー、皆さんももしよろしければ SixTONES の公式 YouTube チャンネルに上がっております完成の法則 in ドームライブ DVD ブルーレイダイジェストというやつを一緒に見ていきたいと思います8分40秒の動画いきましょう再生 もうあんまりテンション上がんないでこうね見ていこうで「I can be my、separate. s e l f 綺麗きれいな手をそして上の音「な」「うわすっごいすっごいコーラス」uh, <my>「うわい、hey hey、いいね色っぽい大学の「へいゆ」で。 夜明けにかけるかるお客さんの「へい」が上からのカメラでまん丸く撮れてましたね。綺麗な顔なんか可愛いな動きが。ーーーあでもこれあれだ。音声はそれ流れてるけど映像と完全にリンクしてるわけじゃなくて、まあ、ナビゲーターここはリンクしましたけどあらベっブーンパワー出た。 タス、大学、うわーこうめちゃくちゃかっこいいじゃんかこれみんながちょっとねペンライト振ってんのドームの上ほうからうわージェシーどんな景色なんでしょうこれ。あの あ,ああああうわーすごい分派わ分派はうわ君と見たいなーこの曲もいいですよねみんながこうはしゃいでうわちょっとなんか感動的じゃないこれ今のその高鳴りまでジェシー綺麗な声うわ森本君い,い笑顔ジュリ君も知った ひとひと出た。ひとひとひと。あたひとりか。すごい歌ですよね。どういうマイクの持ち方してんの、これ。上からぶら下がってんの、あれ。誰が出た。あなるほど。骸骨マイク。うわー、大河くん、なんか色っぽいことしてたよ、今。イェーイ。森本くんも楽しそう。あは、あは。アイオフライデモン、もう出た、暴れろ。すごい歌だよね、これ。てかだーと。

川にし投げたみたいなほら結成したのって2015年じゃん <laughs> どういうトークコーナーなあ、そうだな <laughs> <すぐ笑>釣りしてる人もいるで、子餌つけた忘れてた <laughs> ちょっと体冷えてきたから一緒に入ろうかなあら、大河くん入っちゃったてててててあ、出たこれ、y o s さん うーわすごい割れんばかりの完成だってそうだよ「ドームの時には来てくださいね」って約束してたんだもんね「イミテーションレイン作ってくれて」テて「ションレイン」すごい今の出てきたとこだけでも鳥肌がすごいわ心にそしてそのピアノを重ね囲んでみんなで歌ってジュリ君と y o s h i k さんも目が合って

こい登場の仕方ステージ上で真っ暗のとこで弾いてて急にライト当たってうわいやめちゃくちゃかっこいい <laughs> これも鳥肌ずっと弾いてんのあそこでかっこいいねめちゃくちゃ難しいことやってるんですよあれうわあそしてまた車に乗ってるよ 常田さんもてか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 うわーコーチくんもジュリくんも楽しそう常田さんすごいねうわグッと手を握ってオーパーオーパージュリくんと森本くんオーパーオーパー森本くんいい声出てるね色っぽい声かっこいいのなんかのってるよテレサーラー さあ、そして愛という名のベールジェシーくんと北斗くん「肌に暴れ」と上からいっぱい羽が落っこってきてるたてば誰難しいけどねたたたたたたタ,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 タとメロディーが難しいけどないくらさあかわいい大河くんと河内くん「平家のようにさあららら」なんか丸いとこからお祭りでよくあるピーのやつ2人で吹いてうわっく<車>いいね河内くん柔らかい声 大学寄せたいあにちよさあ「さあろらスペシャルオーダーきた」うわっタッタつってすごいねこれ1個のライブの中の映像なのこれさっきのかわいらしい大我君とく君の後にこんなほらまたウィップザッとタッタッ <laughs> 同じアーティストのライブとは思えない振り幅ですけどこれ「ててててててタってゆっくりジェシーが腰を回してみんなもそれに合わせて「あら!」と出たアウトレイジェスト「われキャーうわれれちょうれでかっこいい」「ジェシーかっこいいわニャー!」 やりゃ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 にゃり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 ゃゃ さあそしてここで大河君赤い髪になって「I saw her!」e でこうやって聞かすじゃんか上からいっぱい花火ブワーッと落ちてきてみんな高いところにこう「わーでも大河君の高音綺麗に入ってるね」「後ろっあの顔怖いな彫刻みたいなやつああ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 あ い,ーケーいいねコーチくんいいー画うわーこれ簡単に歌ってますけどこう難しいよグッドラックってね裏側行ってうわジェシーの下のはモリまで結構ほ大きく入ってたねグッドラック7ピース うわドームで本当にやってるよ。S up? <S さあここで DVD の真っ赤な画面の中でね東京ドーム公演プラス横浜アリーナ公演を完全収録なんて太っ腹なのそれ。そして、えー、こちらの方が通常版かなこれは東京ドーム公演プラス日替わり局3局プラスツアードキュメントを収録。うわ。 どっちも見たいじゃんかそれすごいねでもあれ初回版の方は普通のアリーナツアーも入っちゃってんのお得どうすんですか皆さんこれどっちも購入いやーすごい本当にさっきも見ながら言いましたけど同じグループのライブのダイジェストじゃないですよこれ。 すっごいもうかっこいいオラオラ系と言われるような楽曲があったりバラード系をしっとり聞かしたりちょっとかわいい感じがあったりそしてあれ冒頭ですよね多分声のさ1曲目のやつ6人のハーモニーのやつあれはすごいね今ちゃんと音でじっくり聞いても見事な声の響き合いしてるからなんやかんやね 歌声解説になっちゃってるかもしれないですけどいやこれすごいわそしてやっぱりね最後にも言いましたけど「ドームでやってるわちゃんと」っていうねもう半年ぐらい前の話ですけどよかったですね本当に改めましてまあいろんなことがね、えー、ありますけれども、まあ、この映像今ダイジェストだけですけど見たらば まあ大丈夫ですよ6人がねしっかりと同じ方向を見て、まあ、どんな形になろうとね、えー、きっとストーンズというふう、えー、なチームであのどこに行こうとねきっとやってくれると思いますよ。うんだってこんなに、ね、息があってみんなが同じ方向を向いてこれだけのライブができる6人なんですから。ま、ね、まあ、まあ そこはもうね私たち見る側としてはもう温かく見守るしか今のところないですけどまあ、でもこれがねこの11月1日に発売されるというのは非常に素晴らしいことだと思いますし私もより楽しみになりました結局ダイジェスト見ちゃいましたけどまあ本編を見る時の余計にこうね気持ちが高ぶる状態にしてくれるような8分40秒皆さんちょっとこれだけでねまだあと発売まで3週間ぐらいあるから。 ちょっとこれを何回かも見ながら楽しむところで今んところは止めておきましょうよ。まあ、にしてもね、こうやってダイジェストも上げてくれることによって、今までストーンズをあまり聞いたことないよという方たちもね、なんだこれと思って購入してくれることがあるかもしれませんし、実際それだけのこうね熱量の入った映像になったと思いますので。 ちょっと私もあとでまたじっくりね改めて見てみたいと思いますが今回は我慢できずにダイジェスト版を見てしまったボイストレーナーの動画皆さん最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。